どうも障害収支マイナス2億円くんです本当ですえー明日ですね阪神ジュベナイルフィリーズ開催されるということでえー本気の競馬予想していきたいと思いますただですね僕は本気で予想するんですけどもいかんせん僕は障害収支マイナス2億円くんなんで来ません まあ正しくは、僕が買わんかったら来るし、買ったら来ません。ええ、なんですけども、ええ、予想は本気でやりたいということで、はい、阪神ジュベナイルフィリーズの本命、発表していきたいと思います。ま、阪神ジュベナイルフィリーズの本命は、 18番ラベルですねはい18番ラベルです今回ちょっとですねうん、まあ、本命一頭挙げさせてもらいましたが実質本命不在と言いますかねさっき言います三連単ボックス買いですはいしかも今回ですね 大穴政治に電話しましたはいあのー、ね皆さんそうですよね、えー、一瞬何が起きたかわからなかったと思うんですが僕ですねあのたくさん友達いるんですよ、えー、あのー副生活激アツくんとかはい、えー、最終的にはワイドに行き着くくんとかねちょっと今回も僕自信なくしてまして えー、正直マイナス2億円くん1回もまだ的中してませんはいここで友達の力借りよう思てねいろんな友達に電話したんですけどあのーうん、誰も電話でんかったはい嫌われてんのかな俺即留守入ったんで直留守即留守着居されてるかもしれないですはい そんなのがとある知らない番号から電話かかってきましてなあやと思って出たら大穴星人でしたはいあの大穴星人からかけてきました宇宙人なんですかねなんか、うん、ピー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 言ってたけど、えー、なんか友達に電話つながらん僕を見かねて電話してくれたらしいはいというわけで今回の予想なんですが あの大穴政治に聞きましてはい僕もちょうどですけどね今年阪神ジュベナルフィリーズ荒れると踏んでましたはいそもそも昔から荒れてる印象あるんですよね、えーまあ、去年もまあちょい荒れやったし2012年なんか、はい、5番人気15番人気10番人気で決着3連単304万7,070円ですわこれあるどマジで。 まあ2歳牝馬の戦いなんでねあの荒れておかしくないですはいしかも今回おっつも偉い白昼、うん、特に上位人気勢はこれ3等きっ抗え荒、ー、れるんじゃないですかこういう時荒れるでしょ、うん、上位人気誰も来んよはい で大穴政治に予想を聞いたら数頭上げてきたのでその中で一番人気があったラベルラベルを本命にしました今こいつが4番人気ですねはいさあなので早速解明いきましょうかはい今回お前一攫千金三連単ボックス1214151618の計120点でするこれあるぞマジでねえ はいえっと、上位人気の1番人気2番人気3番人気消しております、はい、4番人気以下の奇うな馬6頭で3連単ボックスこれはマジでありえますまあほんでなんか今回外すかもしれんけどあのー、マジで競馬買ってる人ってもう穴なやからもうマジでこれはもう上位人気馬の硬いやつにかけ続けて勝つやつなんかおらんねんって競馬。 もうマジでもう穴誰も買わんとこだからあの競馬ってね取り合いですからねこれジャイさん言ってたけどおうみんなで取り合ってねえから金を誰も買わんようなとこ行って当てるのがいいんですよね僕本の帯も書きましたけどはいまあという考え方でこちら120点です解明は以上ですまあ一応聞いた馬言うていきましょうかね 一応だから、え一、ー、番サンティテソーロ。うん、ああ、ちゃうわ、えー、っと、電話で、え一、ー、番サンティテソーロッピ、えー、っていう馬なんですかね。僕ちょっとあんま今回。出馬表見てないで、わかんないんですけど。二番キタウイング。ああ、ちゃうわ、ええー、二番北ウイングッピー。はい。え十、ー、四番ブトンドールッピ、えー。え十五番ムーンプローブッピー。十六番ドゥーラッピ 18番「ラベルッピ」以上ですねえー、なんかねクロアチア代表みたいになってきましたけどはい今のところ4番5番6番7番9番14番人気ですね基うマジであるぞ今回はい120点ですが最低オッズ今566倍最高オッズ今69,438倍ですね100円でも694万やからな あしかも大穴星人って成績どえらいですからね。以上でございます。いやこれほんまにくるんちゃうで、まあ、正直大穴星人成績って言いましたけど、えー、1レースに仕事をあげる時あったんですよ。うん。まあ4頭かな多くて。4頭あげてそのうちの2頭入選とかめちゃくちゃあるからね。ということは数増やし今回6頭選んでるわけやから。 めちゃくちゃゃくありえるよ大穴星人マジですごいから。うん、友達でありたいわでもなんか大穴星人は誰の友達でもないっピみたいなの言ってたしなん,かなんかね一時期毎週地球でも目にしたんですけどなんかレギュラー下ろされたみたいな、えー、なんか,わけわからん、うん、ちょっと数字低いからみたいなんで。 ちゃうやつにななっってるっぽいんですけどなんかその辺の事情はね僕はあんま知らないんですけどまあないやほんまね「復唱生活激アツくん」とか久しぶりに喋りたかったんですけど、うん、嫌われてんのかななんか俺副将生活激アツ君とか「好き復唱」なんか副将でみんなで金儲けようぜ言うてね中穴ぐらいのやつをバーンって発表してでまあ毎回外れてはしまうんですけどそれでも、えー、めげずに「復唱だけで一本で勝負する」って言って正直あのー「 見てられます。はい。応援したくなる。副賞生活劇がつくのこと。俺、あいつのことを大好きです。いや、大好きです。はい。めっちゃ好きなんですが。えー、という、今回ちょっと、うん。すいません。点が予想とかもないんですが。大穴聖人に聞いたという回でした。これ、マジで120点で、だから100円ずつ乗っても1万2000円でしょ。マジ、あるぞ。 こんなな単勝4倍台で3頭拮抗しててなまあ今この時点ですけど金曜夜なんで今まだ、うん、あるとマジでこんなこうへんって上位人気という見解でございましたまあええ阪神ジュベナイルフィリーズ皆さんちょっと一緒に夢を買いましょうねギビディ